ですんで、あんまり雨の激しい日は、雨漏りなしには語れないのがこのトランプなんですよね。ちょっと降りてみましょうか。あ、しまった。はい、まあこれがティーバールーフなんですけども、天井からですねちょっと出てる状態で止めてたもんですから、もうこの隙間からですねもう水が入ってくるんですよ。困ったもんですね。まあこういった部分もナイト2000のねトランザムの魅力といいますか特徴の一つと思って、なんだよ水漏るじゃないかよみたいなことにはならないんですよ。あ、水が持ってきたなと、この車だけだなそれはなという感じで、まあベルファイアが持ったらねすぐにトヨタに持ってきますけども、なんだこれはみたいな怒りますけども、このナイト2000に関しましては何が起こってもまあそれも特徴だよねと、個性だよねという形で済ませていけるなというふうな放送でした。多分ねそのトランザムをお乗りの方で1982年、83年のこの方をお持ちの方はみんなですねティーバールーフから水が漏ることを認識してると思いますんで、車のねカバーシートをかけたりとか天井のある車庫に入れたりとかするんではないかなと思います。あとやっぱりオーバーヒートしやすいんで、あんまりねあの気温の高い日には運転しなかったり、まあ早朝とか夕方に留めたりとか、あと雨の激しい日はやっぱり運転しないみたいな感じで、やっぱりねこの車ってのはあのワン&オンリーでは厳しいかなと思います。やっぱり2台目とか3台目として持たれる方が多いんじゃないかなと。私も今日はね雨が降ったらベルファイアの方に出かけますんで、出かけるときはちょっとねシートの中も狭いんで居住性も十分じゃないんですよ。本当にねこれだけお金をかけてほとんど一人乗りというね、どういうことなんだって思っちゃいますね。はい、どこまで私がこのナイト2000を維持できるのか、この放送でねもし泣く泣く手放すことになったら涙の放送すると思います。まあまだしばらくその心配はないかと思いますけども、引き続きよろしくお願いします。それでは失礼します。